それでは社会科学部行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちら。下線部説明推測問題、そして内容1問題ですね。で、下線部説明は6問で、内容1問題の選択肢は11個。タイムさん、これちょっと全部やってるとですね、視聴時間が長くなってですね、皆さんご覧いただけないので、下線部説明は最初の2問で、内容1問題は最初の6問これを言ってみたいと思いますので、一緒に頑張りましょう。サミさん、第1段落でございます。で、まず皆さんに考えていただきたいのは、この問いの8番の内容1問題で、選択肢は全部で11個あるんですが、その中から3つ正しいものを選ぶと。で、皆さん、この第1段落で、まずは選択肢の ABC ですね、この3つが合ってるのか間違ってるのか判断できるかと思いますので、まずは第1段落一読していただいた後、この ABC 検討をお願いします。サミさん、一番初っ端の文章でございますが、新しくオープンしたコルディスホテルで、そことみさん、他のホテルを比べてですね、まあ見た目は似てると。ですが、みさん、この2行目の一番右にバットがありますよね。で、3行目でございますが、このコルディスホテルならではの特徴がありますよね。それみさん、このあたりでよろしいかと思います。室内の空気が綺麗という点ですよね。ですから、室内の空気をきれいにするということに焦点を当てているのは、このコルディスホテルだけ。ですから、選択肢の A はダメですよね。この室内の空気の質、それを改善することの最先端を行くのは、皆さん、文頭ですね。で、皆さん、これだと主要なホテルが改善に取り組んでいる。そんな風になってしまっております。ですが、本文はコルディスホテルだけの話でございますので、まずは選択肢の A は×ですね。で、続いて選択肢の B。質の悪い室内の空気の源はいつもこれだ。外の空気が悪いんだ。まあそうかもしれませんが、always、いつもと言い切っていいかというと、そこまでは書いてませんからね。ですから選択肢の B も×。で、続いて選択肢の C。このフィッチから右側ですね。室内の空気をフィルター。まあ、ろ過するという話でございます。で、確かに皆さん、フィルターの話はこのあたりには書いてはいるんですが、一番先頭のこのあたりですね。中国政府が要求しているというところまでは書いておりませんので、選択肢の C も×ということですので、次はこの問題に行きますね。さあ、皆さん、続いて問いの1番でございます。この下線部に関して検討をお願いします。さあ、皆さん、このハイエンドの意味を聞いてますよね。で、皆さん、知ってる方も一発で選んでいただいても OK です。ただ、皆さん、下線部の左側ですよね、めっちゃ似てますと。つまり、ほぼ同じ特徴があると考えられますので、皆さん、これをヒントにした方いらっしゃいますよね。そうです、ラクシュリーと書いておりますから、正解は D ですよね。贅沢なとか高級な。で、ちなみに選択肢の A はよく知られている。選択肢の B はめっちゃ勧められてるんですね。で、C は複数の階。そして選択肢の E は過去に所有されている。で、もちろん正解は D でいいんですが、皆さん、この単語ご存じない方。Upscale。これも高級なという意味ですからね。これを皆さんが明日以降出くわす可能性もございますので、もし知らなければ、この Luxury と合わせて押さえていただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて第2段落でございます。皆さん、こちら選択肢がございますが、これは先ほどの問いの8番の続きですからね。つまり11個の選択肢の中から3つ正しいものを選ぶ。で、皆さん、今見えている選択肢の DEF ですね。これは皆さん、第2段落を読むといけるかと思いますので、選択肢3つの検討をお願いします。さあ、皆さん、まず選択肢の D でございますが、皆さん、これ文頭、これでいけそうですよね。皆さん、大気汚染は、皆さん、国民の頭の中に長い間ありましたよ。そうです。大気汚染の問題は昔からあったんですよね。で、その一方で、indoor air ということですから、室内の空気。それがより新しい問題になってますよ。ということですから、選択肢の D。外の大気汚染は新しい問題ではないんですよ。そうです。まさに、ここと言い換え可能ですよね。ですから、選択肢の D は正解ということで、よろしいかと思います。さあ、続いて選択肢の E でございますが、まず前半ですよね。有機化合物の話は、こちらに書いてますよね。ただ、皆さん、それが選択肢に from outside と書いてますよね。で、皆さん、外から入ってきたものなのかということですが、皆さん、このダッシュの右側に書いてますよね。放出されているガス。で、皆さん、それは poor building materials。良くない建築資材。そして家具などなどという感じでございます。
ですから外から入ってきたものではないので E は×ということでよろしいかと思います。そして皆さん選択肢の F はこのあたりですね。外国に拠点を置く会社、そういう話はどこにも書いておりませんので F は×ということでよろしいかと思います。さあ皆さん続いて第3段落でございます。こちらというの2番ですね。本部ここにございますので検討をお願いします。さあ皆さんプリマチュアですが、皆さんプレという部分とマチュアという部分に分けられますよね。マチュアは成熟している、それが皆さんプレと書いておりますので成熟する前の話ですよね。ですから早い時期の、早期のという意味でよろしいかと思います。で皆さん選択肢眺めていただきます。まず A と B が分かんないですよね。なんじゃこれやってなりますから一旦保留で、 C は突然ので、 D は良さげですね。で E は予測はできない。で皆さんそうなってくるともう1か8かで D にかけるしかないですね。早い時期のって言ってるわけですから選択肢の D が正解で、ちなみに選択肢の A Nascent 初期ので、選択肢の B は Precautious 早熟の、もちろん覚える必要性はないですからね。あくまで参考程度で聞いていただけるとよろしいかと思います。でひとまず今回の正解は D ということでよろしいかと思います。さあ皆さん続いて第4段落でございます。今度は皆さんとの7番ですね。皆さんインファーと書いておりますから推測問題で、第1段落から第4段落まで来ましたが、皆さんこのあたりで解けそうですので検討をお願いします。さあ皆さんまず選択肢の A でございますが、室内にきれいな空気を取り込むことですね。そういう取り組みの話がございますが、それが皆さん impossible 不可能な、皆さん challenge、 そうです、不可能で困難な課題ということですが、皆さん不可能ではないからこそ皆さんが取り組んでるんですよね。ですから選択肢の A は impossible が×、そして選択肢の B をすっ飛ばして選択肢の C、 皆さん確かに汚れた空気を吸うと、ちょっとそのまままずいでしょうけどね。で深刻な健康的な問題、確かにそれにつながるかもしれませんが、皆さん inevitably、必然的にと書いてますね。皆さんこれ必然だと、皆さん中国の国民全員が重い病気にかかっちゃいますよね。ですから inevitably はやや言い過ぎと。そして選択肢の D、 皆さん仕事を変える転職の話は確かに書いてますね。皆さんこの 56% のあたりの文章でよろしいかと思います。ただ皆さん離職するのはいいんですが、選択肢の D のこのあたりですね、中国の会社で働く労働者の半分よりもちょっと多いぐらい。で皆さんこのあたりを読んで、一見そうかなと思うんですが、皆さん注意しなくちゃいけないのはこれですよね。サーベイルスタッフ、そうです、調査を受けた人たちの中で 56% ですからね。ですから選択肢の D のこの書き方だと全員が対象になっちゃいますよね。ですが本部は調査を受けた人たちの話でございますので D は×。そして選択肢の E、 皆さんフィルター産業の成長と書いてますね。それが reflects、 反映している。で the concerns of foreign companies ということで、外国企業の関心事、それを反映しているというところまでは記載がないですね。ですが選択肢の E も×となってくると、選択肢の B が良さげですよね。健康的な恩恵で心理的な恩恵、それは本文で言うと例えばこのあたりですね。病気の兆候がほとんどない。そして皆さんこの三角括弧のところをご覧ください。転職してしまう主な理由ですね。それが職場環境が悪いことに起因していると。ですが、ここの波線ですね。室内の空気がきれいになると、皆さん従業員は離職しなくなるんですね。つまり転職しなくなる。ですから、心身ともに良くなるという話ですね。よって正解は B ということでよろしいかと思います。